ようこそ、ハルフレチャンネルへ。今回は、MSI のクリエイト PC、プレステージ14を紹介します。このチャンネルでは、パソコン、カメラ、ガジェットなどを紹介しています。よければチャンネル登録、お願いします。最初に特徴をまとめていきます。プレステージ14シリーズは、ビジネスやクリエイト向けに販売されている製品で、スタイリッシュな外観を採用したモバイルパソコンとなっています。下位モデルなら10万円そこそこで購入できるということもあって、割と注目を集めています。今回購入したモデルはその中でもトップクラスの性能を誇るモデルです。 OS に Windows 10 Pro、 CPU に第11世代の Core i7-1185G7、 GPU に GeForceGTX1650 を採用。メモリは 32GB オンモードメモリ、ストレージは 1TB SSD を搭載しています。ディスプレイは14型 4K のグレア液晶で、Adobe RGB に対応しています。画素密度は 220ppi で、クリエイター向けに優れた映像表現を提供する True Pixel ディスプレイを備えています。インターフェースは、サンダーボルト4、タイプ C、USB2.0、ハイレゾ対応ヘッドホン出力、マイク入力、マイクロ SD カードリーダーを装備。USB-PD 対応ですので、電源の確保も簡単です。本体サイズは 319×219×15.9mm、重量は約 1.29kg で、専用グラフィックまで搭載しているモデルとは思えないほど軽量です。外観はカーボングレーでダイヤモンドカットが施されたエレガントなデザインです。続いては性能チェックに移ります。最初に断っておくと、本機は冷却ファンが1つしか搭載されていないため、冷却がやや追いついていないのか、負荷がかかると本体にも熱がこもったような状態になることがあります。そのためパソコンクーラーなどを使って冷却能力をサポートしてやるとスコアが伸びる傾向にあります。パソコンクーラーを使用したスコアにはファンという記載を設けています。参考にしてくださいね。 Core i7-1185G7 は4 Core 8 スレッドの CPU で、強力なパフォーマンスというほどでもありませんが、実用レベルで十分な処理能力を持っています。パスマークのスコアを見てみると1万オーバーとなっており、ロー現像や動画編集といったクリエイト作業にも耐えられます。軽量なモバイル PC によく採用されていた Core i7-1510U と比較しても約 60% 高いスコアだったのは良いニュースです。スタンダードクラスの Core i7-1750H には届かないものの、個人的には納得できるパフォーマンスでした。続いて、シングル・マルチスコアのチェックです。Core i7-1185G7 は、シングルスコアが高く、マルチスコアは控えめという傾向にあります。Core i7-1750H を比較した場合、シングルスコアは同等クラスになっており、シングルスコアが効く作業には強さを見せます。残念ながら、マルチコアでは大きな差がついてしまいますが、フル HD クラスの動画編集なら難なくこなせるパフォーマンスです。軽量さを、武器に場所を選ばずに編集作業が行えるのが本機の強みで、パフォーマンスを求めるなら他のモデルにした方が幸せになれる感じはします。続いて、100枚のロー現像処理時間を計測してみました。プレステージ14は3分59秒で処理を完了。Core i7-1750H と比較すると約1分30秒遅いのですが、これらは 2kg 前後の製品が多いことも頭に入れておく必要があります。逆にモバイルパソコンによく採用されている Core i7-1510U と比較すると2分ほど処理が早く完了しています。この点で言うと、プレステージ14はクラス以上か、少なくともクラスなりの処理能力を有していると判断できます。動画編集の処理時間も計測してみました。
Core i7-11850G7×GTX1650 の組み合わせは、動画編集も十分に行えるパフォーマンスです。ただし、Core i7-1750H×GTX1650 のようなスタンダード PC よりは、控えめの結果になってしまいます。また、冒頭に伝えたように、熱による性能低下が見られました。パソコンクーラーを使って書き出しを行うと、1分以上も短縮化に成功。やはり、プレステージ14の課題は冷却性能と言えそうです。FF15 でゲーミング性能をチェックします。フル HD 標準品質で、スコアは3400、普通という結果になりました。GTX1650MAX9 なので、過度な期待は禁物ですが、設定次第では、結構ゲームも遊べちゃいそうな感じがします。とはいえ、熱がかなり発生するので、長時間のゲームにはあまり向いていません。4K 液晶ってこともあってか、フレームレートも稼ぎにくいです。息抜きに少しだけ遊んだり、手先でちょっと起動して確認なんて使い方なら問題はなさそうなんですけどね。ちなみに、パソコンクーラーを使用した場合は、3400くらいだったスコアが4200ほどに一気にアップします。クーラーを使う前提になってしまうとモバイルには向かないものの、性能がしっかり引き出せるので、ゲーム用途でも現実味を帯びてきます。もし、ゲーム目的でプレステージ14を選ぼうとしているなら、製品価格が20万円を超えていることを考えても、強力な GPU を搭載したモデルを最初から選んだ方が幸せになれる気がします。プレステージ14を語る上で外せないのがモニターです。14インチの Adobe RGB 対応の 4K ディスプレイを搭載しており、プロクオリティの編集環境をノートパソコン1台で実現しているのが本機最大の特徴と言ってもいいでしょう。色差を極力抑え、カルマン認証を取得するなど、社内の取り組みだけでなく、外部評価基準もしっかりと満たすことで、より精度の高い製品へと仕上がっています。正直、このモニターだけで10万円くらいしちゃうんじゃないの？って思うほどです。写真を撮った瞬間をそのまま再現したような映像は見ているだけでも楽しいですし、拡大してもしっかりと表現してくれるところは、正直、驚きさえ覚えました。また、編集アプリでも情報をたくさん並べられるので、効率的に作業が行えるのも気に入っています。プレステージ14のメリットは、編集作業に耐えるパフォーマンスを実現しながらも、約 1.3kg の軽量ボディに抑えている点。そして、トップレベルのモニター品質が、クリエイターの制作活動を後押ししてくれる点です。これだけのモニターを搭載している製品は少ないので、それだけでも購入する価値があると思えるレベルです。逆に、デメリットは、熱を帯びやすく、冷却性が追いついていない点です。長く使っていると、熱がキーボードに伝わってくる感覚はありますし、そういうのを不快に感じる人は少なからずいらっしゃるでしょう。また、高性能ゆえにバッテリー持ちもいまいちです。ブログ執筆に使いましたが、バッテリーだけだと3、4時間でタイムオーバーになってしまいます。モバイルノートという感覚もあったので、もう少し持ってほしいというのが本音ですね。個人的には、クリエイターの欲しいが全て詰まっている魅力的なパソコンだと思います。全てのクリエイターさんに一度は検討してもらいたい製品ですね。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価していただけると喜びます。Twitter やブログもやっています。概要欄からぜひチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。